西田恭司さん、当時31歳、宇品にあった暁部隊に所属。上官と一緒の車で部隊の構内に入った時被爆しました。広島市内が大変な状況になっていると判断し、暁部隊の救援隊を船入りの神崎国民学校に設置しました。救援活動は7日から開始し、部隊にあった船を爆心近くの本安川などに派遣し、被爆者を不眠不休で二之島や金輪島に運びました。宇品へ着きまして、本部へ着きまして、部隊長を下ろして、その時に来たんですが、もうどういう音響を言いますか、爆発音を言いますか、兵舎の一部は瓦が落ちたというような状況で、部隊はもう朝礼ですから、朝礼をやることになったんで、朝は毎日それでみんなは伏せしとか、あるいは、退避したりしたわけです。同時にそういうほどの、まあ、衝撃言いますか、爆音言いますか、原子爆弾というのは後名がついたんで、ピカドンと言った当時は、あるいはドンピカじゃいよ、いやドンが早かった、ピカじゃよりかドンが、わしはドンが早いけどドンピカじゃいよった、ドンピカ言うんとピカドン言うんと、まあピカドンの方が多かったんですが、何日経ってからか今の原子爆弾ということは聞いたんです。当時としては何か大きな、まあ、爆発といいますか、大変なことだと決意はしました。ご承知のキノコ雲が上がっておりまして、当時は原子爆弾ということが分かりませんので、何か爆弾だと、大きな爆弾だということは聞きまして、ですぐ屋上へ上がってまして、南町のガスタンクは破裂しておりません。それからガスタンクの爆発じゃなかったということはその当時知りました。それで私は、大体市内の状況を偵察せよということで、その日の10時頃だったと思いますが、それから出まして、三浦橋の方まで来ましたときに、もう黒煙と焦土で息が詰まるようで、もう行かれませんので、帰って防毒面を取りまして、そして防毒面をつけて、そして、どこどう行ったか分かりませんけど、大体この元安橋の付近まで来まして、そして本部をやっぱり置くとすれば、神崎小学校の焼け跡とぐらいが、一般に統括指揮するのに便利だと思いましたので、私はその旨を帰りまして部隊長に進言しました。広島は原爆の洗礼を受けまして、怪人で黒煙と焦土の町になったわけで、20何万というはっきりは覚えませんけど、離散民ができたということで、幸い暁部隊は宇品におりましたので、大体、ほとんど無傷と、若干の建物とかいうものはありましたけど、大体人的な損害はなかったわけで、ここへ広島流災者の何十万という救援に当たれという大本営の命令があったわけだ。それで、部隊は直ちに、舟艇の整備とか救援作業の準備にかかりまして、大体部隊の出動命令を出しましたのが、8月7日の、7時30分頃だったと思うんですが、それで大体 1万と私は思うとるんですけど、記憶しておりますけど、はっきりは分かりませんけど、軍人軍属、そ
それから徴用工員、学徒動員、例の国民総動員法によりまして、挺身隊で入るもの、あるいは徴用をかけて徴用で来られた方、まあ、これらを含めまして大体1万人と記憶しておりますが、まず死体の収容、あるいは負傷者の収容に当たったわけですが、まず現地本部をここへ設けるということは、大体元安川から伊勢の方を暁の6140部隊が、管轄になりましたので、そうすれば大体元安川伊勢ですから、大体神崎小学校の位置ぐらいに部隊本部がいいということを進言いたしまして、それで私が設営隊で先行先遣隊で二十数名を連れまして、この今おりますが、この位置はその当時よりか少し、北に上がっとるということでございますので、大体この辺へ部隊本部を設定しました。そして、部隊を隷下の部隊は東海地に現地司令、現地部隊、それから高位の方面にまた一部隊、そして南関野の付近の方へ大体大きな部隊を一つ置いたと、こういうことで、戦場総理を救援活動をしたわけですが、大体本部を設営します折にも、この電池本部から周囲は燃えておりますので、現地本部を設定しましても幕舎でございまして、幕舎の現地本部を作ったわけですが、その現地から川の底に死人が死者が流れとるというのを目撃しております。その辺、その当時はそういう、どう言いますか、位置がすぐ見えるというような格好でございました。収容したのはまず金輪と太備、二の島、それから坂、大体覚えておりますのが、そういう拠点に収容した患者は仮収容所へ送ったわけで、そこではまたやはり先ほど申しましたように学徒動員が、あるいは徴用工員が、あるいはうちの女子職員が全部看護婦なり従軍看護婦のような形で全部収容者の名簿を作ったり、そして毎日訪ねて、親を訪ねて、あるいは子供を訪ねて、家内を訪ねて来られる人が増えましたので、毎日収容した名簿は全部収容所の入り口へ添付するようにしました。それを見て、あ、わしの子供がおる、わしの家内がおるというのが、分かったわけですから、それも当時は、戦時体制でありますので、作戦命令以外は全部裏紙を使えということなんで義務付けられておりまして、それで裏紙によって、仮収容者の名簿を作って貼り出して、またそれを閉じて毎日の繰り返しでございます。陸軍病院が全滅になっとるもんですから、手持ちの医薬品は用賃と、はっきり覚えませんけど全部収容所へ入れたんです。はい、それで現地には持ってきておりません。州艇は、州艇自身が海に、川に流れてる、ね、国を収容してやる分と両方です。でこっちのオルブには、あのタンガとかなんかで、まあ州艇が来るところへ持っていくんです。はい、それでどうしても死人というのがありまして、これは鯉の山の方へ運んで焼かしたということだと思います。はい、じゃあ生存している方を、そうです、え、一応ね、救急をしたというのは生きている方ですね。はい、で
本当にもう死人というのはまた終点を変えまして、それで金輪のあの二之島の山へもあの麓へ持っていくとか、あるいは鯉の山の麓へと、こういう方へ大体山の麓へ持っていかれたんですね、はい、で生存者は金輪島とか、そうそう、あの金輪とか二之島とか、それから大尾とか坂とか横とかあくらへ持ってったんです、はいはい、木造終点が伝えたと思います。これを応急修理をしまして、この七つの川へあの北上させてと、そして、収容者の救助に当たったということでございます。大体何隻ぐらいか記憶はある、数ははっきり分かりませんがね、相当の数とは思います。毎日1000人ぐらいの収容を、各地の収容所からの報告ですから、大体、部隊長のところへ報告を取ったのが約1000人だと思うんです。それが何日続いたかで、結局我々が引き上げたのは、私なんかはあの終戦の玉音は聞いておりません。こういう部隊にあの現地におりましたので、それですけん8月15日はもちろんおったんですから、引き上げたのもはっきり覚えませんけど、8月の末頃じゃないかと思うんです。焦土と国営の中で働いておりますので、収容をしております、救援活動をしておりますので、赤痢も出ました、私もなりました。だけど収容を取らすことができるのは交代がおらんのです、もう手一杯なんです。だから、今になって思えば、そういう人にも収容を取らして、そして作業をするということがいかったわけですけど、当時はやむを得ません。一億火の玉で打ちてしやまんで、無理もして無理もお願いしたということを今でも心に残っておりますが、すまんことしたと。非常に挺身隊の学徒動員の女子行員が愚痴一つ言わずにです、これを遂行に当たってくれたというんで、本当今で思えば涙がこぼれると、非常に無言行動をさせたと今でも心に残っております。それからだいたい、舞台は、1週間ぐらいは徹夜で作業ですから、それで当時はご承知のようにやはり芋とそれから香蓮と泡というようなもんでありましたので、食事の方も、握り飯の配給です。それで、まあ、全く食うや食わずと申しますか、苦難の作業でした。それで、まあ、先ほども言いましたように、疲れも出咳にも出ました。だけどこれを収容を取らすこともできず、命令一家で出動させたもんですから、そういう我がことは投げ打ってる、捨てて公務に服したというのが今の暁6140部隊の、精神でございます。平和であることはね、世界人類が希求したることでございまして、私もあの救援活動の中には最後へ書いておりますが、やはり平和であることがね、人類のね永遠の宿願だと思うんですよ、ね、でもう戦争しては列をしてはいけません。もう戦争ほど身をもって体験しとるんですが、もう絶対戦争はいけません、若い世代が、ね、平和でですね、明るく楽しいね生活するということは、やはり平和でなきゃいけんのです、ね、やはり平和憲法を守ってですね、後世の若い世代がこの平和を受け継いでですね、そしてもう戦争は私の代でもう終わりです、もう平和のね、平和建設、平和国家です。で、まあ明るい郷土でね、楽しい勉強をしてですね、とにかく永遠の平和ですね、
これを一つ希望しとるんですね。もう戦争は絶対いけません。はい。